中野秀光4月18日から1982年3月19日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。旧佐賀藩士、中野武九郎の長男として生まれる。佐賀中学を卒業。1912年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し不評。第23連隊付となる。 1920年11月、陸軍大学校を卒業し、参謀本部品藩に配属された。1926年5月、関東軍司令部付けとして、春ン特務機関に配属。その後、不評第63連帯大隊長、参謀本部員、吉林特務機関長、満州国軍西部顧問などを歴任。1936年8月、不評大佐に昇進。 1937年8月、北品方面軍司令部付けに就任。1938年3月、不評第13連隊長に任じられ日中戦争に参戦。武漢作戦などに従軍。1939年2月、第21軍司令部付けに転じ、同年3月、陸軍少将に進んだ。1940年2月、南品方面軍司令部付となり。 不評、第29旅団長を経て、同年12月、関東軍司令部付けに就任。1941年10月、陸軍中将に進級し太平洋戦争を迎えた。1941年11月、第51師団長に、親保され、関東の警備を担った。1942年11月、ニューギニア戦線に転用され、第18軍に編入。 ラバウルに進出。1943年2月、ニューギニアの戦いに参戦のため東部ニューギニアに派遣されたが、輸送船が撃沈された大の損害を被った。その後、ライサラモアの戦いに敗れ、サラワケット越えを観光するなど苦戦を強いられた。オーストラリア軍と戦闘を交える中、ニューギニアのクッシャムで終戦を迎えた。ありがとうございます。